こんにちは、つもりです。誰しも知ってる糖尿病なんですけど、糖尿病によってどんな病変が起こるかご存知でしょうか。ただおしっこがどうにかなるだけではないんです。糖尿病っていうのはインスリンっていうホルモンが不足することによって常に高血糖状態になっていることを言うんですね。インスリンがないと細胞に糖を取り込むことができなくて、エネルギーを使うことができなくなります。インスリンが不足する大きな要素っていうのは2種類あって、一つ目がインスリンを分泌する細胞っていうのが破壊とか欠損されることによって起こります。二つ目は慢性的に高血糖状態が続くことでインスリンを分泌する動力っていうのが減退してしまうことなんですね。日本人の糖尿病患者のほとんどが慢性的な高血糖状態から起こる糖尿病になります。高血糖とは食べ物のエネルギーを血液中に溜め込んでいることを言って、食後は誰しも一時的に高血糖になります。それを運動してエネルギーを消費したりとか、食の間の時間を空けることで高血糖が通常の血糖状態に落ち着いていきます。つまり糖尿病になりたかったら極力立ち上がらないでエネルギーを消費しないようにして、お米とか麺類など炭水化物などをしこたま食べて、お菓子とコーラを交互に食べて飲んでしていったら、確実に糖尿病になるリスクっていうのが上がります。糖尿病の怖いところというのは合併症にあるんですね。糖尿病で高血糖が続くと、まず血管に病変が現れます。本来血管というのは柔軟性がある組織です。体温とか心拍とか血液量とか、心理状況によって血管の周径が広がったり縮んだりする機能を保ちます。高血糖が続くと血管は常に過剰な糖分にさらされ続けることになるので、その結果血管の柔軟性というのが低下してしまうんですね。柔軟性が低下するってことは、いざ心拍がガーッと上がった時に通る血液量もかなり大きくなるので、本来柔軟性があれば伸びてそれを許容できることができるんですけど、伸びないのにそんだけの量の血液が送られることになるので、最悪の場合血管が破裂して大動脈解離が起こってしまったりとか、脳で血管が切れてしまうとくも膜下出血だったりとか、そういった重篤な疾患を起こすリスクが増えてしまうんですよね。で、毛細血管が多い部位っていうのはそんだけ血液量が必要な部位なので、そういう場所っていうのはその機能を十分に働かせることっていうのができなくなるんですね。中でも問題になるのが神経障害です。血管病変によって血流も十分でない上に、インスリン不足によって神経組織にエネルギーを渡せないとなると、神経の障害が起きやすくなるんですね。特に多いのが手足の感覚が鈍くなることです。手のしびれとか鈍さはあんまりやっぱり問題になりにくいんですけど、足のしびれっていうのは特に厄介です。感覚が鈍くなるってことは痛みを感じにくくなるし、暑さも感じにくくなるし、冷たさも感じにくくなるんですね。だからいつも通りに歩いていても靴ずれに気づかずそのまま歩き続けて、ひどい傷になってもう血だらだらみたいな状態になることもあるし、ヒーターに足を近づきすぎて本来であれば熱って思うのに、感覚が鈍いせいでもうそれもわからんとずっと放置してて、気づかんうちに火傷になったりすることもある。もっと言えば冬場に足先が冷たすぎるのも分からずに凍傷になってしまうこともやっぱりあるんですね。糖尿病っていうのは字面だけで言えばそこまで重篤な疾患ではないように思いますけど、その合併症の多さは他の疾患をはるかに上回ります。糖尿病は命にも関わる疾患なんですけど、その予防法もやっぱり簡単というか、その自分の心意気次第なので、しっかり自分の身は自分で守りましょう。以上、つもりの体チャンネルより、つもりがお送りしました。それではまた。